やっと本領発揮出した。2メートルだ。俺に LINE してくるか。どう僕のバッティングの手本見ましたかって言って舐めてるやろ。本当に師匠というか、兄貴というか、本当に力全て教わったというか、あいつの引き出しを増やすという意味でね、いろいろ教えてあげることがねできればいいなと思ってます。黄色選手にとって中田翔っていう存在ってどういう存在？マウンドさばきって言うんですけど、個人的にね、魅力を感じてますね。生き抜いてもらいたいと思ってるので、大事なことはこう伝えていきたいなと思ってます。まあ、目の前の試合より抑えないと、自分は次の試合があるわけじゃないんで。同じトミー・ジョンした仲間としてですね、復活してもらいたいなっていう思いが最初にあったんですよね。お疲れ様でした。OK。ありがとうございました。楽しみにしてるよ。はい。ありがとうございます。